どうも、成分解析サバゲーマーです。模型パドックに隣接している室内フィールドアリーナシャングリラの 30m レンジを使って、前回ね、強風に煽られまくったこちらのグロックと、あとはスコーピオンの実写テストの方をね、やっていきたいと思います。で、今回、使う球なんですけれども、まあ、ギャロップ 0.25 と PMAX 0.25 両方準備してきてますけど、今日はね、ちょっと時間もないっていうところで PMAX のみで、実験の方していきたいと思います。30m 先のところにスチールプレートがあるんで、まあ、そこに対して射撃をして、まあ、連続でどれだけ当てられるかっていうところをね、確認していきたいと思います。木の方を行っていきます。ホップが強いかな。ちょっとだけホップを弱くして30m 先のスチールをね、引き続き狙っていきますよ。時折ちょっとホップ強いやつが混じるけど、まあ、大体狙った方向にスッ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 って飛んでってる感じがありますね。ちょっとフルオートで行ってみようか今度。スコーピオンについてはね、以上。まあ、結構当たってるんじゃないかな。まあ、スチールプレートも規格次第だけど。わお、外しちゃった。